自分一人の力ではなくてやっぱりそこに来てる人たち、ね、皆さんがいろんなパワーをぶつけてきている中で、僕自身がそれに対してどういう受け答えができるかっていうことなので、小さなパワーとしてみんなが集まってきているものが、それがもう何らかの形で化学反応をして、その大きなものになっていくっていう可能性がね、非常にこう可能性として秘めてる、まあ、非常にユニークな場所だと思いますよね。原点の再興をしていくというか、こう自分自身の向かう方向性とかをやはり見つけようとしている人たちのヒントになるようなものを、まあ、僕自身と時間を共有したりとか、僕自身とその、まあ、何らかの形でコミュニケーションを取ることで、その感じ取っていっていただけると、例えば僕がやろうとしているのはやっぱり新しいその出版のあり方とか、通常の出版業界にいる人たちじゃない人たちがそこでその意見を述べて、そこで新しいものをこう生もうとする力を作ることによって、新しいマーケットを切り開いていく、そこにこう関与したいとか、自分自身の持っている能力を生かせるんじゃないかなっていう、こう自分自身のその能力の部分をこう確認する作業としても、はい、まあ、そういったものをこうフィルターとして使ってもらうとすごくいいかなと思いますね。情報集積基地としての役割と、あと、サロンとしての役割、その新たに自分自身の方向性を示す何かのきっかけになるんじゃないかなとか、そのライブ用のあり方を再考していくっていう場にしたいんですよ、ね。そのためにはいろんな方々の意見をヒアリングをして、そういう人たちの意見をぶつけつつ、より良い形をやはり実験しながら試行錯誤して形にしていくっていう、その、まあ、ある程度の時間が必要だと思うんですけど、まずは半年、1年、3年、5年というスパンの目標値を上げて、それに対してどういった形で建設的に物事を捉えていくのかっていう、そういった、まあ、ある意味マネジメントっていう部分も含めてね、やっぱりそこのライブラリーをその機能的なものにしていかないといけないなと思いますけどね。